みんな聞こえてるかな、これ聞こえてるかな、あ、聞こえてるかな。ちょっと今やり方が分かんなくて、初めて予約をやったらやっとこれでつながった。お待たせしました。ではやっていきたいと思います。こんばんは。お待たせしました。では早速一曲聴いてください。君はまるでシャボン、僕を残して消えた。僕の体にいい香りだけを、いい香りだけを残して。 Yeah, Stellation, Stellation, Stellation。 するから君のシャンプーが消えた。Good.
ありがとうございます。こんばんは、畑中真美です。私の曲石鹸の歌とスピッツさんの、チェリーお届けしました。皆さん元気？皆さんありがとう。もうあみんな本当ありがとう。もう私ねちょっと今日焦っちゃって初めて予約投稿っていうのをやって、8時からスタートするっていうのをやったはいいが、それ予約したらもう勝手に始まるもんとばっかり思っていた、いて待ってたんだけど、一向になんか始まってる気配がないから、もうどうすればいいのってなって、いやでもちょっと頑張ってやりました。始められて嬉しい。焦った、いつまでたってもあれ始められないってなってて、もうすいません、もうほんとちょっとびっくりしちゃって、もう超焦りました。よかった、始められてよかった。みんなありがとう、みんなありがとう。イエーイ、最高のスタート、本当ありがとう。ちょっと待って、最初みんないっぱいコメントくれてるよね。いやちょっとあとちゃんと読みますね。みんなありがとう、詰まってくださって。おー、あ、梅雨明けした沖縄梅雨明けしたんだ。いいよねこの曲。あ、みんなありがとう、さんまにおめでとうって言ってくれてありがとうございます。畑中真美です、こんにちは、こんばんは。ありがとうございます。今日はそう、今月に入ってね、あ、ちょっとおしゃべりタイムになるからちょっと心落ち着けて、私落ち着いて、私ちょっと BGM かけ、BGM かかってた、さっきもしかして、ごめん、どうだったんだろう、 BGM かけっぱなしだったのかな。もういろいろごめんなさいですよ。 BGM さっきかかってた。BGM かけっぱなしで私歌ってた今日。もうちょっとみんなごめんね、なんかいろいろあの不具合があってたらごめんなさい。こんばんは皆さん。はい、今日は夏至ということと、それから今月に入ってですね、畑中真美の YouTube チャンネルのチャンネル登録者さんが3万人超えました。皆さんのおかげです、本当にありがとうございます。あ、小さくかかってた。BGM かかってたんだね、やっちまったよ、やっちまったよ、すいません、いろいろ気をつけていくね。そう、それで今日はその、まあ、3万人登録者さんがやってくれて、登録してくれて、本当なんかやっぱり一人だと全然できなくて、2020年ぐらいからコロナ禍になってからね、定期的に動画を1週間に1回っていう感じで、それを目指して投稿を始めたんです。その時は1600人ぐらいの方が登録してくださってたんですね。それもすごいありがたいんですけど、そっから週1で、投稿を始めて、動画の内容もギターの弾き語りに特化したものにちょっと変え、もっとよりいつもよりも自分がギター弾くっていうことに特化した内容に変えていって、2年と半年ぐらい、2年半ぐらいで今回この形、3万人、今3万600人ぐらいの方が登録してくださってるっていうことで、本当になんかやっぱり自分だけでやってても頑張れない、なんかみんなが見てくれてこうあれじゃない、反応、いいねをしてくれたりとか見てくれたりとか、それ反応が返ってくるから頑張ってこうコンスタントにね動画アップできてるなと思っていて、めっちゃ感謝してます、本当ありがとうございます。みんなが見てくれたり応援してくれなかったら本当頑張れないから私で、ここまで本当に応援のおかげで来れたので、今日は大感謝祭という形で
畑中真美初のプレゼント企画をやりたいと思います。はい、プレゼントさせてもらうよ、プレゼントさせてもらうよ。あ、みんなコメントありがとう。今ちょっとベラベラちょっと喋っちゃったけど、後でちゃんと読むね、皆さんのね。毎朝見て練習してます、ありがとう。毎朝っていいね、なんか早く生ライブ聞きたい、ありがとう。そうだよね、生も見てもらいたい、ありがとう。ちょっと後で遡ってまた読みますけど、はい。それで今日はプレゼント企画をやるんですよ。で、私畑中真美、いろいろなプレゼントをご用意しました。そのプレゼント、どんなプレゼントをみんなに私がこう送らせてもらうか、私はあのちょっと今回郵送でね発送しようかなと思ってるんですけど、末広がりの8名様にプレゼント当たるよっていう、そういうのをやります。と届いてるこれ、みんなに届いてるこれ。それでそのねプレゼントを今日見せるね、この配信でどんなプレゼントを送るかっていうのを、番組の、中盤ぐらいに、プレゼントを見せてお見せしていきます。こんなのどうぞっていう、5種類あって、5種類の中の、5種類を8名様にちょっとプレゼントですってやるんですけど、うん、で、応募方法と、クイズやりますから、畑中真美クイズやりますから、あのクイズをに答えてもらって、それで当たった方にプレゼントどうぞってやりますんで、はい、この番組でちょっと今日の放送よくご覧になってですね、はい、ちょっとそのこの放送の中にヒントが隠れてるんで、ちょっとじっくり見てもらえればなと思うんですけど、そのクイズと、応募方法も番組の中盤ぐらいになります。こんな感じかな、はい、伝わってる、うん、はい、ありがとういらないギター私ももらいたい、いらないギターくださいって、私もギター欲しい、さあみんなプレゼント、私からのプレゼント欲しい、別にいらない特にちょっと頑張って今日用意したんだけど、はい、プレゼントをみんなもらってね、クイズに参加して。さてちょっと BGM 大きいかな、大きい、はい、じゃあ皆さんここで、恒例の乾杯タイムいきたいと思うんですけれども、みんな飲み物持ってますか、飲み物持ってますか、飲み物持ってくるタイム、飲み物持ってくるタイム取りますので、みんなじゃあお飲み物用意してください。さあじゃあみんな飲み物を用意してよ、その持ってくる間に私一曲また歌わせていただきますねいや乾杯がまたできて嬉しい。みんな自分が飲みたい好きな飲み物を持ってきてね。私は今日はね、畑中家の畑で採れたドクダミの花びらから作ったドクダミ茶をドリンクとして用意しております。あのお花からもちょっとパワーをもらおうと思って、ドクダミ茶なんですけど、皆さんは何を用意するのかな。さあはい、じゃあ、ちょっと歌いますね、私のすごい大好きな曲を歌わせていただきます。
の間に持ってきてね。きた風な流行りに紛れて僕の歌が痩せ続けている。安いおもちゃみたいで君に悪い。ひどいモンスター生き様ぶった半オンスの拳が受けてる。はい、サギアンドアスカさんのラブソングお届けしました。はい、みんな持ってきてくれたかな。さあ飲み物をご準備ください。2022年6月21日夏至、皆さん本当に2022年も上半期本当にお疲れ様です。そして今日は、チャンネル登録者3万人突破記念、一緒にお祝いしてくれてありがとう、嬉しい。ということでみんな乾杯、イエーイ。みんなありがとう、美味しいね。徳田美ちゃん美味しいよ、美味しいね。みんな何飲んでるのかな。はい、乾杯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 、ありがとう、乾杯、拍手もありがとう、皆さんありがとう、乾杯。麦焼酎とかいいですね。あ、クイズ聞き逃したらあかんからノンアルコール。わ、めっちゃやる気じゃん、いいねいいねいいね、 OK、 ありがとう。はい、そうそう、 BGM 聞こえてるかな、よいしょ。で、はい、乾杯、みんな乾杯。さあみんなどんなあれですかね、どんな風にみんな過ごしてますか。6月は今日はね、恒例の、これまた恒例の、恒例のね、
家の畑の作物を見せる企画やっていこうと思います。はい、乾杯、みんな乾杯。まあ、あのゆっくりお飲み物召し上がってくださいませ。はい、今日お見せするのはででん、アジサイでーす。アジサイ綺麗でしょ。皆さんのとこにも咲いてますが、アジサイもう今シーズンで、アジサイ畑中家の畑にもねいっぱい咲いてるんですけど、もう枯れちゃうから、綺麗な姿を皆さんにお見せしておこうと思って。乾杯乾杯。そう、あ、なんか6月生まれさんにバースデーソングお願いしますって書いてくれてるね。うん、あ、オッケー。じゃあ6月生まれさんにバースデーソング言ってみるかな。じゃあちょっと待って、バースデーソングのやつ、しあったかな、なんかバースデーソングの楽譜みたいなの上がった気がする。アジサイいいよね。9月といえばアジサイって感じじゃないですか。6月生まれの人、もう過ぎちゃった人もこれからの人も、素敵な2022年になりますように、気持ちを込めてね歌いたいと思います。BGM 切るね、 BGM 切るね、パチって切るね。はい、じゃあいくよ。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. 6月生まれのあなた。ちょっと間違えちゃった。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. 6月生まれのあなた。素敵な2022年になりますように。 Happy birthday to you。 お誕生日、6月お誕生日の方おめでとう。さあ届いたかな、6月お誕生日の方いたかな。6月生まれ、あ、いましたね、いましたね、6月生まれさん、6月生まれで幸せですって。あ、よかったよかったよ。私も今日だって6月生まれの方おめでとうございます。おめでとうございますね。6月生まれじゃない方もみんなおめでとうございます。今日無事にこうして楽しい時間を皆さんと過ごせてるのはもう本当すごいことだよね。いつも思うんだ、なんか本当毎日毎日すごい無事に過ごせているのが幸せでなりません。ありがとうございます。あ、広瀬さん投げてくれました、ありがとう。120円、ありがとう、嬉しいです。広瀬さんもしかしてあれなんだ、6月生まれなのかなね。おめでとうございます、違ってたらすいません。でもみんなおめでとう。6月生まれの方羨ましいって、そうだよね。みんなおめでとうだよ、みんなおめでとう。今日はもうみんなおめでとうだから、 Happy birthday みんな、毎日が幸せ、毎日がハッピーですよ。さあそんなこんなで予定外のハッピーバースデーソング出していただきましたけれども、じゃあせっかくアジサイをここにね、7
7月7月生まれのあなたもおめでとう。みんな毎月おめでとうできたらいいけどね。ね、はい。じゃあ今日はちょっとね、せっかく雨もじゃない、せっかく今日雨降りじゃない、なんか雨音結構いいよね。なんか夏至で雨音がすごい癒されまして、朝から。はい、じゃあちょっとめっちゃ久しぶりに、この曲をお届けしてみたいと思います。いいねちゃんもここに動かしてもらって、2020年のちょうど今頃、ね、この曲カバー動画として出させてもらいました。覚えてる方いらっしゃるかな、それかみんなどうだろう、見てくれたかな。ちょっと久しぶりに歌ってみたいと思います。森高千里さんの雨。佐藤さんの雨ですね、お届けしました。めちゃ久しぶりに出させていただいたんですけれども、ちょっとじゃあ別にも若干危ないから少し避けようかな。はい、はい、ありがとう、皆さん拍手ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうみんな。そうそう、この2年間ぐらいで、たくさんカバー動画出させてもらったじゃないですか。ここ置いておくとこないか。それで皆さんさ、私の みんなありがとう、いろいろ書いてくれてる。6月21日22日、めっちゃいい日なんだね。なんかちょっといいこと書いてくれてる方がいらっしゃるからちょっと呼んでみようかね。2日間連続一流万倍日が続くそうです。へえ、6月21日22日で、夏至の日とも重なりスペシャルな日だって、金運、仕事、健康、対人関係にも恵まれてめっちゃいい日ってことですね。やったーやったやったー、いい日だね。今日じゃあみんなで本当いい日にしていきましょう、引き続き。はい、そうそう、それでね、
皆さん、私ね、YouTube 歴が実はすごい長いんですよ。みんな私のファースト YouTube 見たことある見たことある？私の10年前の。たどってけばたどり着くから、好きなこと好きなものをっていう風に、あのベッドの上で歌ってる動画あるんですけど、それが私の、初ファースト YouTube なんですけど、ファースト動画なんですけど、みんな見たことありますか私のちょっと今日はなんかちょっと若干歴史振り返るみたいな感じでちょっと思い出してみたいなと思うんですけど、そう、あ、そう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 なの、そうそう、それで私ね、みんなに聞いてみたくて、あれ BGM かかってない、 BGM かかってない、かかってなかったね。みんなに聞いてみたくてね、私畑中真美の何で知ってくれたんですか、何の動画で私のこと知ってくれてたんでしょうか。 もちろん元から私の YouTube とかじゃないので知ってくれてる方もいらっしゃると思うけど、初めて見た YouTube 動画、みんな何だったあ、そうなんだ、浜松市出身ということで親近感湧きます、ありがとう。急いでなんか撮ってた、あーありがとう、そうそうそう、そういうのも見てくれて嬉しい、マミチャンネルとかね。じゃあみんなさ、私が今なんでなんでじゃないよどの動画で私のことをこう毎回 見ようって決めて、こう今こう集まってくれてる状態があるでしょ、すごいことだと思うの、こう見に来てくれるって、何がきっかけですか、好きな、違う、きっかけ動画、きっかけ動画がいいかな、ファースト動画でもいいよ。ちょっと書き込んでもらえたりします、書き込んでもらえたり、ちょっと私のなんだろう、すごい好奇心っていうか、これは別に何もないですけど、プレゼントとかごめんなさい、何もないんだけど、みんなに結構私質問したいことね、結構あるんだよね、これ聞いてみたいこととか、だからちょっと書いてもらえると嬉しい今で、ちょっと私その間にまたちょっとだけ、じゃあちょっとだけ歌うんで歌うんで、あ、歌うんでって言ってたら、なんかふぶき丸さんが2000円もありがとうございます投げてくださって、ありがとう、嬉しい。あ、みんないろいろ書いてくれてる。春の日、1年前にギターを買ってみるようになりました、あ、そうか、ありがとう、ちょっと後でちょっと読むね、後でみんな読む、後でちょっと遡って読むから、読ませていただくんで、このうちに書いて、その間に書いてください。人気の私の弾き方講座の中ですごい人気、2021年に出したゆうりさんのドライフラワーをね、ちょっと歌ってみようかなと思う、ワンコーラスだけ歌いますね、その間にみんな書いてください。
い、ありがとうございます。ゆりさんのドライフラワーね、ちょっとワンコーラスだけお届けしました。はい、みんな書いてくれたかな、みんな書いてくれたかな。じゃあちょっと遡って読んでみるね。さっき投げ銭くださった、あ、ふぶきまるさんごめん、メッセージ撤回されましたってなってるね。ごめん、なんか私が読んだ方がいいことあったらまた教えてください。すいません、なんかありがとう、ふぶきまるさんありがとうございます。はい、じゃあ読んでいくね。初めて見たのはアイミョンファンなのでマリーゴールドと君とロックの動画、アイミョンのカバーで知りました。ギター始めた時に、ほーそうなんだね。あ、ギターの教則集っていう方もいらっしゃる。ありがとう。どの教則が良かったかね。あ、糸の方もいらっしゃるね。やっぱりあいみょんかな。そっかそっか、あいみょん多いね。ドライフラワーの弾き語りの弾き方がスタート。そっかそっか、今ちょっとあれだね。ふぎむらさんありがとう。そしてザ・ワンです。あ、ザ・ワンもね、あすかさんのね、あのフェローズのやつ、あのすごい、私もすごい楽しかった。あ、なぎさんありがとう。金城清さんありがとう、いつも投げてくださってありがとうございます。はい、それからあいみょん、浜松市のお姫様役の動画が初めて、あ、そうなんだ、ありがとう。私すごいなんか見てほしいねこれ。浜松市の動画あるから見て、私が女王様の役やっている、クレア王女っていう役やって、めっちゃすごいから、めっちゃドレス着てめっちゃすごいから、ちょっと見てください。よかったらまた春の日、そっか、1年前にギター買ってみるようになった、ありがとう。あいみょんギターで、あ、検索してくれて出てきたんだ。そうね、あ、みんなあいみょんすごいね。あいみょんの裸の心ギター教えてくれるやつ、お父さんの、あ、すごいね、お父さんのジャージ着てマラソン出ようとしてたやつだったかな、すげえ笑ったんで、あ、ほんとこれ最初に見てくれたの嬉しい。ありがとう。ちょっとお父さんがジャージ着て、お父さんのジャージ着てる動画もめっちゃ面白いから見てください。なんだっけ、マミチャンネルね、マミチャンネル。はい。そうそう。今日はちょっとかなり昔のこととかちょっと振り返ってるね。振り返って見てますけどね、楽しいね。今日はプレゼントもあるよ、みんな。プレゼントもあるからさ。ちょっとね、聞き逃さないようにしてるね。はい、多分マリーゴールドだったかも。そっかそっか、マリーゴールド人気だね。やっぱあいみょんめちゃ多いですね。ピックの持ち方講座、あー、そうなんだ、マリーゴールドです。マイスペースの回が、ありがとう。マイスペースの超昔だねそれね、嬉しいね。猫の弾き語りでした。あ、そうなの、猫の弾き語り、あ、そっかそっか、猫ね、猫もね、2個も出しちゃってるからね。動画前からファンだったよ、ありがとう。そういう方もいらっしゃるよね。YouTube やる前からファンで言ってくれて、あいみょんのマリーゴールド歌が素敵、ありがとう。マリーゴールドです。ももクロのカバー、ありがとう。ももクロのカバーもめっちゃ頑張ったから、もうそう、あとぐるぐる公演ありがとう。あいみょんのギター投稿で、あー、そうなんだ、ふぎむらさんありがとう。あいみょんのギター、あいみょん人気だな、ちょっとやっぱりすごいね。もうあいみょんマリーゴールドです。マリーゴールド武道館バージョンで感動しました。 ありがとうマリーゴールド。多分あいみょんの春の日の演奏動画です。あ、そっか、 YouTube チャンネルなら多分コーヒーが入ってるの合ってる動画だ。あ、コーヒーもいいよ、コーヒー、マミチャンネルのコーヒー合ってるのもめっちゃいいよ。いいね、ギター買ったので、ギター、あ、そっか、ギター、そっかそっか、ギター講座、あ、ごめん、言っちゃった、昔すぎてわからない。そういう人も本当ありがたいよね、もう本当ありがとうと思う。旗の中の畑に毒ダメはあります。ドライフラワー、あ、じゃあ今日ドライフラワーやった。そうなの、ギターの修理は専門店に頼むって潔いところで好きになりました。そこなので好きになってくれたんだ、ありがとう。あ、指先がはっきり見えるんでいつも喜びさせてます。へえ、ありがとう、かっこいい、ありがとう。アイメンのカバーとか初心者向けのギター講座、インスタライブも懐かしい。そうだね、インスタライブね全然先やってないけどね、すいません。なんかギター講座、弦の押さえ方、
ちょすごい私ゆっくり読みすぎてる、ちょっと、いやみんないっぱい書いてくれてごめん、私ちょっとこの調子だとすごいあれになっちゃうから後でさゆっくり読むね、ちょっとすいません、ちょっと待ってよ。コロナ禍でギター始めた頃たまたまヒットしてみたのがマリーゴールド、ふーん、金沢から夜の仕事ありがとうしながら聞いてます、パチパチ、ちょっと飛ばし飛ばしながらすいません読みまして、読ませてもらうね、春の日グリーンラベル、あグリーンラベルね、うん、うなずくとか湖ありがとう、アイムマリーゴールド、かけらありがとう、平井堅さんの曲、あ平井堅さんのもね、あの曲あれもあすごく好きなんですよ私、夢の中を見て今ギター練習中です、あありがとう、シャボン玉聞きたいです、シャボン玉こんばんは、あチョリーチョリーだってチェリーありがとうございますそうか、ちょっとみんなでもちょっと待って、せっかくでも私が読むと思ってさ、やってくれたからちょっと遡ってもう一回ちょっと読むねちょっとそんなに思ったほどなかった、自分が思ったほどそんなたくさんなかった、読めそうな感じだったごめん、どこまで行った、うんとちょっとまあかぶっちゃうかもしれない、うんと昔すぎてわからないものまで来た、あどこで私飛ばしちゃった、ルーズの伝言、インスタライブも懐かしいですね、みんなごめんね、呼び飛ばされてた方ごめんね、読むからね、まあ、ちゃんと後でももしあったら、ギターを始めちゃった頃の頃にレッスン動画からチャンネル登録させてます、ありがとう、君はロックで聴かない拝見しました、ギターの弾き方マリーゴールド、バレーゴールドの弾き方、うん、ルージュの伝言、おお毎日聴いて練習してます、おお嬉しい、うん、やっぱマリーゴールド、マリーゴールド人気だね、カポ上げた方が良いかなと、あそうありがとうございます、なんかビビってるかな、なんだろう、あ2027年の音遊戯のね青春の影、あありがとう、その後歌より TV、 あありがとうございます、歴史を感じる、ありがとう、 YouTube のあいみょんの曲とかドライフラワーです、そっかそっか、ギター講座は実際もしてらっしゃるのですか、ネットのみです、ネットのみです、あネットのみかな、あとこれまた後でちょっとお話しましょうね、あちょっと待って、中島みゆきさんの糸カバー聞いてからです、おーそうなんだ、嬉しいね、ストローク講座、うーん拍手ありがとう、弟子にしてもらえるまで、あっそんなありがとう、そんな私に弟子だなんて、そんな、クロスドミナス、名前をちょっと読んじゃうと時間かかっちゃう、ごめんね、ん講座の循環コードの回、ああそうなんだ、うーんすげえすげえ、ありがとう、先生の解説動画でフラワー弾けるようになりました、あーありがとう、嬉しいね、拍手の方もありがとう、コーヒー状の飲み物、あ飲み比べ動画ね、これぜひ見てもらいたい、みんな拍手ありがとう、コロナ禍でギター始めた頃たまたまヒットしたのがマリーゴールドの弾き語り、うーん悲しくてやりきれない、おーイエーイ、いっぱいありすぎてどれが最初だったか難しいか、金沢からの仕事をしながら聞いてます、パチパチ、同じ曲歌ってる中の一人で知りました、あ同じ曲歌ってる中の一人で知りました、もうメッセージでかいなんてなるのですか、わからないですね、グレーラベル、あここ読んだね、ごめんちょっと飛ばし飛ばしって読んじゃったのかな私、あ糸ね、糸もいいよね、うなずく、あここ読んだか、ギターのストロークが苦手で教えてくれる動画を探して検索してたら畑中さんに、曲が夢の中へで好きな曲でした、昔のフォーク好きです、それと声がハスキーで好きです、ありがとうございます森高千里さんの雨、あそうなんだ今日歌ってよかった、アイノンのマリーゴールド、マラソン、かけら、平井堅さんの曲、サンカポのドライフラワー、あーありがとう、これが良かったって、ちょっと変なのでちょっと、ずっと前のストレーブ、あ夢の中へを見て今ギター練習中です、ずっとずっと前のストレートライブの時から、あーありがとうございます、シャボン玉も聞きたいです、シャボン玉ってあれかな、君はもらってシャボンかな、こんばんは、遅れました、あ、いえいえ、ありがとうございます、ももクロの怪盗処女ありがとう、あれもねすごい頑張ったやつですよ、この前のチェリー聞きました、とても良かったです、ありがとうございます、サムニドパありがとう、おめでとうございますということで、あ、いつも
見てくださりありがとうございます。ドリームファイターも好き。飛行機雲、あらゆみ、あ、そうなんだ。マリーゴールド、のみさんのギターの教え方がとても分かりやすいです。ありがとうございます。ドリームファイター、ありがとうございます。フージの伝言もそうだし、コーラスワーキューが素敵。あ、頑張ってるんでありがとうございます。嬉しいです。パプリカ、あ、嬉しいですね。歌うとうまく弾けないってタイトル、あ、それか。動画見てめっちゃ練習してます。 ありがとうございます。フンリバよかった、ありがとう。シャボーン、ありがとうございます。マリーゴールドは、なんでマリーゴールドに見えたと取られてますか。マリーゴールドを見たな顔なのかな。畑中さんのドライフラワー動画めっちゃ勉強させていただきました、ありがとうございます。シャボーン、うなぎは形容してるんですか。あ、見てくださりありがとうございます。いいねちゃんのクリアファイルまだ使ってます。あ、皆さんありがとう。読み飛ばした方ごめんなさい、めっちゃ嬉しいです。さあ嬉しいよ、みんなありがとう。あの、びっくりだね結構。あの、あいみょんさんやっぱめっちゃ多いね、めっちゃ多いね。この前ね、ちょっとあいみょんさんのね行ってきたんです、ライブ行ってきたので、その時の話しようかな、せっかくなんで。なかなかあの熱いうちに、ちょっと熱いうちに話したいよね。ちょっと待って、汗が鳴ったし、すごい汗かいてるよ多分。あ、タオルあった、あいみょんタオル、あいみょんタオル、あいみょんタオルなんですけど、あのちょっとさ喋ってもいい、じゃあ、あいみょんさん大丈夫、顔汗でテカリがやばい。そう、あのあいみょんさんのライブに私初めて行ったんですけど、あのすごいね、感想はめっちゃ楽しくて、あのすごく良かったですね。でやっぱりあの私、自分も歌を歌ったりギターを弾いたりするので、彼女がどんだけすごいのかっていうのが、あのめっちゃ分かるっていうか、もう最初から最後まであの全然あのねブレないの。もうなんかもうあいみょんさんザ安定って感じ。もう私から見たらすごい安定し、もうめっちゃ安定してるっていうイメージで、たくさん歌ってたんだけど、最後まで全然声もバンバン出てたし、そのバンドでこうバンドを下からってこう弾いてる時も、ご自分で一人でこうギターを弾き語りをねされて、バンドがいない時もギターを置いてハンドマイクで歌ってる時も、もう全然なんかもう全部安定してるんだよね。だからあのすごいなと思ったのと、やっぱりあの歌詞がすごい入ってくる、言葉すごい大事に歌ってるんだなって思って、あの感動でした。すごいなっていう感じです。うん、あ、みんなまだちょっとあれだね、ごめん、ちょっといろいろ後で質問もちょっと読むね。そう、こんな感じなのよ。でしかもなんか、まあ、演奏とか歌が素晴らしいっていうのもそう、いい、すごいと思うんだけど、プラスなんかめっちゃお客さんとコミュニケーションを取ってくれるのねっていう、めっちゃコミュニケーションしてくれるじゃんっていうのがすごくて、なんかだコロナ禍なんでみんな声が出せなかったりとか、なんか応援ができにくいじゃない。だけどそういうのを組んで工夫して、ちゃんとこう私たちがあーって声上げなくてもコミュニケーションが取れるような工夫をしてくれて、あいみょんさんがめっちゃ お客さんいじりをしてて、お客さんいじりめっちゃ面白くて、すごいな、和みましたね。めっちゃ和んで楽しくて、うん、めっちゃ地元、私は浜松に住んでるんですけど、浜松のそのツアーの時に浜松のフルーツパークに、あ違う、フルーツパークじゃなかったかな、フラワーパークに行ったとか、遊覧船に乗ったとか、めっちゃ地元でこう遊んでくれてるんだっていうのとかも分かって、感動しましたね。あと浜松のジイチローっていう美味しいバームクーヘンがあるんですけど、そのバームクーヘンがあいみょんさん好きだっつっておっしゃっててもっとみんなジイチローが浜松だっていうこと発信した方がいいよって、なんかそんなことまで言ってくれて、楽しかったです、嬉しかったです。はい、そんな感じですごいなんか
よりなんかこう近づいてきてくれる感じが良かったですね。うん、そんな感じ、そんな感じだった。でまあね、私も自分が歌う歌うじゃないですか。であいみょんさんの曲も実は私この YouTube のカバーしてる中で多分一番彼女の曲をやってるんですよね、思ってみれば。やっぱりそのあいみょんさんのやると、今日もみんなあいみょんさんので知ってくれたっていう方多いけど、やっぱ感動もいいし、喜んでみんなも喜んでくれるから、私もすごくやってるんで、やらしてもうやってる時やらせてもらってるんですけど、ね私あいみょんさんのさ、このストロークが定番でやっぱりジャンジャンジャンジャカジャカジャンジャンジャカジャンジャンジャンジャカジャカジャン、これじゃないですか。大体の曲が、全部じゃないよもちろん、大体の曲がこのリズムなんです。これのテンポが遅いか早いかなんですけど、これをね、これでこれが基本となっていろんな曲をリリースされててすごいと思うんですよ。この一個のリズムのバリエーションでいろんな曲を作ってる、同じように聞こえないじゃないですか。それがすごくて、で私もこのジャンジャンジャンジャカジャカジャンジャンジャカが素敵だなと思って、私の曲の中にこのジャンジャンジャンジャカジャカジャンジャンジャカないんですよ、ほとんどない。マシューの歌がちょっとそれに似てるかなぐらいなもんで、こういうこのビートの曲っていうのがないんですよ私の曲。それでなんか私もあいみょんさんみたいにこのビートの曲を作ってみたい、私のオリジナルソング作ってみたいと思って作ったんですよ。じゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃかで3曲4曲作った、4曲も作ったんですが全然良くないわけ。そう、今日ちょっと聞かせられない、だから良くないから、あんまり良くないから、そう本当はね、もう だからね、思ったの、なんかこのジャンジャンジャンジャカジャカダンジャンジャカのこの力強いビートは彼女の音なんだっていう、彼女の音、じゃあ私の音は何なんですかっていうのを考えてみたところ、私はね、なんかね、決まったビートがないんですよ。石鹸の歌はジャンジャンカジャカジャンジャンジャン、こういうちょっとシャッフルなんですよね。シャッフルが割と多い、私はシャッフルが多かったりとか、あとはなんかそうね、なんかこうアルペジオが多かったりとか、こういうなんかちょっとこういうのがあったりとか、なんかねバラッバラなんですよ。で畑中真美はバラバラだなっていうのが感じますね自分で。なんかねあいみょんさんがザ安定だとしたら、私畑中真美はなんか揺らぎって感じ、揺らいでるね、いろいろあちこちあちこち揺らいでる。それは私は嫌だとかではないんだけど、まあなんかだからそのすごいこのジャン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 かって力強く演奏してるあいみょんさんが眩しいしすごいと思うし、曲作りもやばいし天才的だと思うし、なんかめっちゃ熱く語ってるんだけど大丈夫この熱い語り、なんかすごいね勉強になってる私、あいみょんさんの曲をやってやらせてもらって、ギターで弾きたくなるよね、なんかギターでちゃんちゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃかなんか弾いてて気持ちいいもん。だからねちょっと今日さ、ちょっとみんなごめんね、ちょっと後でちょっと読むね、このあれねコメントね、ちょっとさ今日だからちょっとあいみょんさんの歌ちょっと歌ってもいいですか。あいみょんさんの歌、このあいみょんさんのね、ちょっとじゃあ BGM 一回切るよ。あいみょんさんの歌いってみたいと思います。今日はですね、なんと緊張、なぜかというとあれなんですよ、前回配信であいみょんさんのメドレーが聞きたいって言ってくださった方がいらっしゃったんで、何人かいらっしゃったんでちょっと挑戦してみようかなと思って
やります。できるかな。メドレーって、あの実はあのカポをね変えれないでしょ、歌ってる途中にメドレーつなげていきたいから。カポ変えれないじゃないですか、カポの位置を。だからちょっと工夫したんですけど、ちょっとチャレンジさせてください。今日はチャレンジチャレンジします。大丈夫かな、ちょっと緊張するね。あいみょんさんのメドレーをやらせていただきます。さあ、いきますそう。
て今もこの恋が実りますように少しだけ少しだけそう思わせて今私恋をしている裸の心抱えて悲しい。ありがとうございます。あいみょんさんメドレーで、初恋が泣いているマリーゴールド、裸の心、そして君はロックを聴かないお届けさせていただきました。いや緊張した。ちょっとテンポがちょっと最初早すぎちゃったな、自分的に。ちょっともうちょっとゆっくり、ちょっと焦っちゃった感じがしてあれなんですけれども、歌わせていただきました。チューニングします。あのね、カポ使えないからちょっとね、キーそれぞれちょっとずつ違ったりとか、あのコードを変えたりとかしました。はい、そんな感じで皆さん、あ、なんかちょっと待ってよ、みんなのメッセージを見てないです。私後でちょっと見させてください。
お、マイケル・シャクソンさんでいいのこれ。ありがとう、嬉しいです。かわいい果物のサンキューって言ってくれてるね。ありがとう、嬉しいです。ありがとうございます。あお、みんなありがとう、いっぱい拍手くださって嬉しい、ありがとう。お、よっちよっちよっさんもありがとうございます。キツネちゃん拍手してくれてるね、ありがとう、嬉しい、皆さんありがとうございます。大丈夫みんな、スパチャ私忘れてない、読み忘れてないかな、教えてね、もしあったら。いやちょっと歌わせていただきました、ありがとうございます。なんか本当にあいみょんさんファンが、ファンというかあいみょんさん弾きたくて私のこと知ってくださった方が多いみたいなんで、それも今日すごくまあそうかなとは思ってたんですけど、やっぱそうなんだと思って、本当ありがたいですね、嬉しいです。はい、あまた、あ賓客登山部さんありがとう、610円、嬉しいです、嬉しい、スパチャありがとうございます、ありがとうございます。あら、アイノメドレーもういつか動画にしたらみんな嬉しいかもね、かっこよかったよ。まゆさんいつもありがとう、ありがとうございます、あれ嬉しいね、私の16ビートの歌もいつかお届けできるといいな。結局作ったんですけどこれもまたいつか、またあまたいつか聞いてもらえるといいなね。えさてさて、そんな感じで今日は嬉しいな、歌わせてもらえて。じゃあね、また夜遅くなるとあんまり音が大きい音出せなくなってきちゃうんであれなんですけど、じゃあこの辺でごすいません皆様、私の曲もじゃあ歌わせてもらっても良いですかな。ちょっとマミのチャレンジなんですけど、またあありがとうスパチョよー、酔い星、酔い星、赤井さん、赤井さんありがとう、2000円もありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます、たくさんいただいちゃって皆さん優しい。みんなありがとうね。じゃあここでちょっと私畑中真美の曲を言ってみたいと思います。私のビートをちょっと、じゃあ畑中のビートを久しぶりに行きたいと思います。私のアルバムにトゲの花っていうアルバムがあるんですけど、好きな私のマイファーストアルバムなんですけど、そのトゲの花の1曲目に入ってるトゲの花をねちょっとやりたいんですけど、実はこのトゲの花という曲がですね、ちょっとギター弾くのを自分で作っときながらなんか難しくてうまく弾けなくて、リリースした時はよくやってたんですけど、時間が経つにつれてどんどん弾かなくなっちゃって、なので今日ちょっとそれをやってみたいと思います。ちょっとチャレンジなんです、自分でめちゃくちゃ久しぶりに歌うんで、行きたいと思います。じゃあ畑中真美のトゲの花ですね、むっちゃ久しぶりに歌うんですけれども、なんか誰かの心に刺さったトゲが抜けるといいなと思います。私もそうなんですが、トゲを抜いていきたいです。さてじゃあ行ってみたいと思います。ちょっと早かったかなと、ちょっと焦っちゃうね今日、もうちょっとゆっくりかな。
が仕掛けた罠、言葉の残骸深く深く突き刺る柔らかな奥の方に、ありがとうございます。トゲの花聞いていただきました。めっちゃ久しぶりに歌ったよ。ありがとう、歌わせていただきました。よいしょ。ありがとう。あ、リキさんはくれてるね。ありがとう、リキさん、ありがとうございます。500円
嬉しい。懐かしいよね、トゲの花。岩本浩二さん、トゲの花めちゃ良かったです。マミさん素敵、サマニートボおめでとう。まゆな、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。はーい、久しぶりに歌いましたね。何が難しいってね、これね、この私の好きな、ちょっと今日ビビってる、ごめん、ギターがビビってるんですけど、まあ、イーアドナイスめっちゃ好きなんですけど、毎回サビは頭イーアドナイスで、これバンってくるのがちょっと難しくて、好きな歌です。久しぶりに歌えて嬉しかったです、ありがとうございます。さあ、じゃあね、そんなこんなで、だけちょっとたくさんでもないけど普通に歌いますね。あれなんですよ、時間来たらあんまりちゃかちゃか歌えなくなるから、どうしようかな。じゃあまたいいねちゃんにじゃあここにいてもらって、聞いてもらおう。これもあの「トゲの花」に入ってる曲なんですけど、聞いてください。私畑中真美の曲で「うなずく」っていう曲です。That's good.
私も心の色が変わって Oh yeah, yeah. あなたが私のことを忘れてしまう日が来てもうなずく聞いていただきました。じゃああと2曲ぐらいちょっと歌ってみようかね。皆さんありがとう。後でまたちゃんと読みますね。ちょっと久しぶりにこの久しぶりじゃないやなんかこの曲やってみようかな。また探す気ですか？それより僕は
夢の中へお届けしました。Oh,
ありがとうございます。畑中奈美でマシューの歌お届けしました。さい、さてここでまたちょっとあれしますね。あ、タオルで拭いちゃいかんよこれ。タオルで拭く、アメさんのタオルで拭いちゃいかん。あ、拭くやつが、拭くやつ。みんなありがとうございます。あ、カズさんありがとう。1965カズさん、女王様仕事で遅刻しました。いきなりマシュー出ますぎです。あ、ありがとうございます。いきなりスパチャ嬉しいです。そうそう、ちょっとあの今ね、歌タイムだったんですよ。とても嬉しいです。ありがとうございます。またはよかったらあの最初からアーカイブ残すので最初の方も見てね。はい、じゃあね今日はこの辺で、あれだね、ちょっと一息つこうかな。あ、また西さんもありがとうございます。2000円もいただいちゃっていつもありがとうございます。スパチャありがとうございます。よいしょ、すごい暑くなっちゃった。エアコンもっと下げた方がいいかな。ちょっと今あんま下げたくないんで。こんな、ありがとうございます。皆さん見ていただいて本当に。ちょっとじゃあ BGM なんかもつけたりなんかしちゃったりして、BGM、 あれこれ何やったかな。 BGM流れてない。あれあれ、 BGM 起こすのちょっとちょっと待ってくださいね。変なことやっちゃったかな。あ、来た来た、流れてるか。はい、さあそう、暑い、これだけストロークすれば暑いですよね。本当だね、暑いです。 歌うとすごい暑くなりますね、やっぱりね。ちょっともう手が今日すごい汗ばんでて、なんかすいません、お水っていうかドクタミちゃんなんですけど。ではでは皆さんありがとう。この辺でプレゼント企画行きたいと思います。畑中奈美プレゼント企画です。詳細はじゃあちょっとねお伝えをしようかなと思うんですけれども、まずじゃあ、クイズの前にみんなプレゼント、私のプレゼント紹介するね。ちょっと待ってよ。プレゼントを5種類あるんだけど、喉が鳴っちゃった。まず1個、その1プレゼント、その1、マミのミステリーバッグ。マミのミステリーバッグということで、ミステリーバッグなので何が入ってるかお楽しみのバッグなんですけど、そのバッグの中には5品商品が入っています。で、5品のうちの1個だけお見せすると、持ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、これ非売品なんですが、わかるかな。いいねちゃん、この子ギター、このギターなんですけど、この子私が作ったギターのいいねちゃんっていうのがいるんですけど、いいねちゃんのクリアファイルです。後ろ透けちゃってちょっと見えないかな。ちょっと待ってよ。こういう感じでね、あ、どっちにしろ光っちゃうね。光っちゃってあんま見えないか。これ、あの近くで見てほしい。いいねちゃんが、こうやって、
で踊ってる踊ってる絵面のクリアファイル、このクリアファイルとあと4個お品物が入っていて、頭洗いよってあのいいねだよっていう曲なんです。これいいねだよっていう曲なんですけど、このいいねだよ踊ってるいいねちゃん、いいねだなか、いいねじゃなくていいねだなっていう曲を踊ってるクリアファイル、これと 5個入ってます。それがまず2名様ね、マミのミステリーバッグ2名様にプレゼントします。そして、風呂入れよっていやありがとう。次こちらです。ででん、今あげたばっかりの1名様にこちらのマミのレザーの、スタッフ T です。これスタッフの T シャツです。販売してません、販売してませんでした。今も T シャツも販売もう全部売り切っちゃってるんでないんで、スタッフ T シャツがサイズは M サイズなんですけど、これを、サインを書いて、サインどこがいいかな、まだこれから書くんだけど、裏かここ表に今日の日付とね、お名前とか入れてお送りしようかなと思うんですけど、私の活動20周年のあのお祭りやったんですよ、2019年に。その時の作ったスタッフティーです。こちらサイン入りで1名様にプレゼントしたいなと思っております。はい、というね、懐かしい T シャツ、あ、そう、ありがとう、欲しい、ありがとう、 T シャツ欲しい、みんな嬉しいね。あの、あ、そう、デザインは全部私がやってます。これも私が、あ、書いてる、これいいねちゃんね、こっちこっちか、いいねちゃんこっちいて、こっちはいいねちゃんに似た果物たちです。このクリアファイルも全部私がデザインをしています。はい、デザインをしています。そんな感じなんでしょ。でこれが、ここまでで、まず3、2、1で3人分で、その次のあれが次のプレゼントが、ね、2名様、畑中真美の CD 3枚組セットです。この畑中チョイスでちょっとね、いろんなまあ CD 出してるんですけど、 CD ちょっと2枚とプラス本日限定の、CDR になっちゃうんですけど、あの結構貴重な音源が入っているやつですね。なので CDR になっちゃうんで、ちょっとこれだけここに盤面にいろいろ私が書いてサインとかもして、お渡ししようと思うんですけど、 CD 聞かないよって方申し訳ないです。もう CD なんてプレイヤーが家にないよっていう方も本当申し訳ないんですけど、ちょっと CD でちょっと今回やらせていただきたいなと思って、まあなんか記念になるので記念だと思ってもらってもらえると嬉しいですね。この今日限定のマル秘 CD の中にはもう絶版になっちゃって、廃盤になっちゃって、聞くことができない曲、販売してないやつ何曲か入れておきますの、何曲か入れてい、るいきますので、おりますので、あの記念になるかなと思います。でなんか CD もね2名様に当たります。はい、という感じで、そしてあともう一個、ちょっとすみませんね、いろいろなんかごちゃごちゃして下に全部置いてあるんですけど、ガサガサしちゃってすみません。でどこ行ったかな、もう一個、もう持ってる人もいるねありがとうございます、持ってる人もいる。はい、そして、あともう2名様こちらです。これもちょっと久しぶりの登場なんですけど、わかりますかね、わかる人は知ってるかもしれない、ドリップミーっていうコーヒードリップパックです。このね、私その結構前からコーヒー屋さんとちょっとコラボさせてもらってて、コーヒーを、販売してました、
ライブのグッズとかで。でここの今回は、浜松市天竜区っていうところにあるマイルストーンさんっていう自家焙煎の、めっちゃ美味しいコーヒー屋さん、こだわりのコーヒー屋さんがあるんですけど、そこのコーヒーです。ドリップミベリーっていうベリーのような香りの、コーヒー、ちょっと今日後で飲んでみようかね。これ後でちょっとドリップしてみましょうかドリップしてみましょうか。これ4ドリップ入っているんですけれども、このコーヒーを、今ねだから売ってないの、販売中止してるから私の方でも。またちょっと再販どうしようかな、始めようかなと思って、とりあえずみんなにプレゼントしようと思って今日は、また発注して、しました。絵もねドリップミーちゃんって言って可愛く、私がデザインしたね子なんですけど、近くでまた見てほしいね、これね当たったことね。はい、ドリップミーちゃんのドリップミーベリーコーヒーです。これが2名様ね。はい、そしてラスト最後はですね、畑中真美オンラインレッスン無料体験券1枚、1名様に、オンラインレッスン、ズームでやります。ズームで、1名様の方にオンラインレッスンをちょっと体験していただこうかなというのをやってみたいと思います。ということで、まとめてみると、ででんこちらです。ちょっとごめん、もうなんか字が何名様っていうのが多分赤で書いてあるから見えないかもしれないね。わかるかな、わかんないかもね。ミステリーバッグが、2名様、スタッフティーが1名様、 CD がマミチョイスの CD が2名様、ドリップ瓶が2名様、オンラインレッスン無料チケットが1名様ということで、合計8名様、SA 広がりの8名様にプレゼントします。私畑中真美が発送します。チケットだけはちょっと発送なしで、そのまま URL を送るとか、なんかそういう感じでプレゼントします。そんな感じの 8品ですよ。どうですか皆様、どれがいいかは選べないですね。選べないっていうか、これがいいっていう感じじゃないかな今回は。抽選っていうか、まあなんだ、私がこう何で決めようかなと思うんだけど、多分ね阿弥陀くじみたいな感じで公平になるように決めます阿弥陀くじってあれだけど本当にだからなんていうかな、誰に何がいくかっていうのはわからないし、そうだからちょっと選べなくて申し訳ないんで、もしオンラインレッスン当たっちゃったけど、いらないっていう方はギター持ってないっていう方はまあ喋りますか私とトークをね、しますかはい、そんな感じでちょっとやってみようと思います。初めてのプレゼント企画、皆さんに感謝の気持ちを込めてやりたいと思うんですけど、さあじゃあここであれですね、応募方法とそれから応募方法となんだっけ、あそう、クイズやんなきゃいけないよね。クイズやん、それをやりますんでちょっと待ってくださいね。ちょっと一曲挟んで、クイズやっていきますからね。クイズと応募方法やっていきますから、ちょっと一回、すいません、いいですか。ちょっとBGM止めさせていただいて、ちょっとじゃあ一曲、短い曲なんですけど、ちょっと聴いてください。あなたじゃあこの子来て、はい。
そうだ、分かった。じゃあさ、今からちょっと歌うんですけどよかったら、まあ、ちょっと短い歌なんですけど、みんなどのプレゼント応募するかしないかは後で考えていただいて、みんな何が欲しいかちょっとコメントしてもらってもいいですか。ちょっとどれをみんな欲しがってくれてるのかを知りたい。いい？じゃあちょっと歌いますんで、曲歌いますんで、ちょっといいねちゃんと一緒にお届けします。ちょっとごめん、この曲私すごい素敵な曲だなと思うんだけど、ちょっと勉強が足りなくて、ちょっとメロディー間違ってるとこあるかもしれないけど、ちょっと歌ってみます。すごく歌詞がいいなと思ったんで、ちょっと曲を歌いたいね。ドブネズミみたいに美しくなりたい、写真には写らない、美しさがあるから。もしも僕がいつか君と出会い話し合うなら、そんな時はどうか愛の意味を知ってください。愛じゃなくても恋じゃなくても君を話はしない、決して負けない強い力を僕は一つだけ持つ。リンダ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 。お届けしました、ブルーハーツさんのですね、リンダリンダお届けしました。いいねちゃんと一緒にお届けしましたよと。はい、じゃあみんなどんな、みんなどんな感じで欲しいって言ってくれてるのちょっと見させてくださいね。あれだしましょうか、ちょっと BGM 鳴らしときますね。どこからかな。謎バッグがいいな。ドクダミちゃんはない、ごめんなさい。アミダクシギターがないね、すごいアミダクシできそう。喋るの、あおしゃべりね。ミステリーバッグ、フリートーク券、みんなギタリストじゃないね、特権がいいんだ。ギターはいっぱいあります。緊張するみんな緊張する、そうだよね、緊張するよね。そんなクイズ早くしないと、あごめん22時になっちゃうとね、ちょごめん、ちょっと今日おしゃべりするね。じゃあね、むずいクイズは無理、ギターレッスンがいいかと思う。フリートーク、CD が欲しい。オンラインレッスン受けたい。レッスン、ミステリーバッグ、フリートーク券、CD が欲しい。レッスン。レッスン照れちゃうな。フリートーク券、いや、レッスン券。恥ずかしい。
合法していいですか。フリーですね。ですね。その前組 CD とか T シャツ CD CD セットか T シャツオンラインレッスン。おー、どこで見ちゃ欲しいですか。まずいかもしれないよ。人、私は美味しいと思って飲んでるけどね。レッスン T シャツ CD が欲しい。あ、 CD 結構多いの。嬉しいね、ありがとうございます。ミステリーバッグ、リンダリンダ、なぜかリンダリンダ、そう、ミステリーバッグが欲しい。CD レッスン券、チケット、テレビでもチケット、 CD T シャツ、あ、もうちょっと、なんかちょっと、ブルーハーツあ、リンダリンダ握手券ドリップメイ、あ、ドリップメイペイで欲しい、ありがとう。あ、拍手もありがとう。CD 欲しいって言ってくる方嬉しいね、なんか直接レッスンがいいっていうこともミステリーバッグに特権入ってないねシリアス CD レッスン券、そこのいいねちゃんCD セット、トークは緊張する、レッスン CD がいい、 T シャツ以外大体 もう大体持ってる方もいらっしゃるかもしれない。私畑中真美のあれだね、そうだね、ちょっとあれなんね、持ってるうちもあのそう、フリートーク、はい、皆さんありがとうございます。さあ、じゃあここでじゃあ応募方法とクイズ出していきたいと思います。どっち先言ったらいいの、クイズからやった方がいいか、クイズから普通クイズから出すか、こういう時は慣れてないからすいませんはい、じゃあ、いきまーす。クイズじゃ出すね、皆さん。クイズはこちらです、穴埋めクイズ。〇〇が〇〇、この〇〇のところに言葉が入って、でこの言葉が今日私が一番伝えたいメッセージなんですけど、その私が伝えたい、皆さんにお伝えしたいメッセージが一体何なのかっていうのを穴埋めクイズで答えてほしいです。はい、で今日の放送でね、私がさっきから今日なぜかいいねちゃんを毎回ここに置いて、なんかいいねちゃんを置いて歌ってましたよね。あのいいねちゃんを置いて歌っていた曲のタイトルの頭文字、ここに順番通りじゃないです、なんかバラバラなんですけど、順番バラバラにこう入れ替えると〇〇が〇〇、私のメッセージが浮かび上がってきます。そのメッセージを答えとして私まで送ってください。締め切りはね、一応ちょっと見えないかもしれないけど、6月24日金曜日だったかなの夜8時までに送ってほしいんですけど、ということでもしかしたら簡単、難しいかな、どうしたら、ちょっと後で見返さないといけないかもしれないね。ちょっとそんな覚えてないよね、いいねちゃんがいたやつみんな覚えてないよね。分かっても書かないでね、分かっても書かないでね。で、応募方法、応募方法をじゃあお伝えします。応募方法はね、今回すいません、ちょっとね申し訳ないんですけど、皆さんツイッターやってますか。皆さんツイッター、私もあんまり頻繁に更新できてないんですけど、今回ツイッターを使ってみようと思ってツイッター、アカウント持ってない方はちょっとお手数ですが、ツイッター作っていただいて、でね、はい、ちょっと書いたんですけど、まずクイズの答えをね、私宛てに DM で送ってください。うまくいくか分かる、私の歌うまみ、アットマーク歌うまみっていうね、アリツがあります、畑中うまみ、多分大丈夫だと思う、似たような人いないから大丈夫だと思うけど、私宛てに DM にメールメッセージで、〇〇が〇〇を送ってください、当てはめて
24日の8時まで、夜8時までに送ってください。で、当選した方に私がそれそのまま返信をします。ちょっと時間いただいて返信をします。あみだくじか何か分かんないけど、あみだか何かでやって決まった方に、当たった方に返信をします。で、返信してその後私が発送します。発送か、手作業になりますので、ちょっとお時間をたくさんいただく可能性があります。はい、なのでもうちょっと気長に待っててもらえたらなと思うんですけど、一応その返信をしたことによって、あ、当選したんだなっていうのはまあわかると思うんですけど、外れた方がわかんないから、あの SNS、 あ、Twitter でじゃあ、 あの送りましたよっていうのを全員に送って返信をしたら、8名様に返信をしたら、お知らせします。これを機にちょっとツイッターも頑張ってやってみようかな、わかんないけど、ちょっとわかりませんけど、そういう感じで、クイズを出しまして、送ってください。答えを、わかりましたか、これで伝わった、伝わった3ヶ月しかないな難しい誰も来なかったらどうしよう。この問題難しすぎて、問題難しすぎて誰も、まあまあそれはそれで別にいいよね、別に来なくてもさ、そんなだってまあちょっと送ってみて、うん、送ってみてくださいもう見返すしかないね、これは。みんなもうちょっと3日間ぐらいちょっと猶予があるんで、してくださいよ、見返しを。大丈夫ですか、わかりました、みんなわかったDM って送れるんだと思うけどね、送れると思います。 DM 送ってください。私も実は Twitter をそんなに頻繁に DM っていうのを見てなかったんで、全然あのあれなんですけど、これ今回はちょっと見るようにしますんで、大丈夫だと思います。送ってみてください。さあちょっとさ、じゃあせっかくなんで今日ね、それで私もう一個プレゼント企画じゃないですけど、ちょっとせっかくなんでと思って、CD 欲しいって言ってくれてる方結構いて嬉しかったんですけど、無理にあれしなくていいよ、別に CD ね。あの私ね、今回ちょっとコーヒーを少し多めに今回仕入れたんですよ。それでマミの店っていうオンラインショップで、CD も販売をしています。なかなかもう CD を聞かない方もいらっしゃるかもしれないのであれなんですけど、まあ、CD だけじゃなくて、まあ、ちょっとしたな、でもグッズはもうステッカーぐらいしか売ってなかったかな、ちょっともういろいろ売り切れちゃってて、ないんですよ。申し訳ないんですけど、まあでも CD は販売してます。で CD を買ってくださった方、 CD じゃなくてもいいや、マミの店利用してくださった方先着10名様にドリップミーをプレゼントします。ワンドリップ、美味しいコーヒーなのでぜひね召し上がっていただきたいなと思って、コーヒー好きな方はぜひマミの店もね買ってみてほしいなと思うんですけど、今日はちょっとじゃあドリップミーをさちょっと開けて飲んでみようか。私ちょっと一回この中にドクダミティーが入ってるから畑中家さんの特ダミティーを飲み干しちゃいます。ちょっと一回ここから出してあんなくちゃ生きできない、君の心は愛されたがってる、こんなにピュアで美しい姿隠さないでそのままでいること許しちゃって、はい、じゃあコーヒーちょっと一個開けてみようか。開けて、すごいこだわりのね、あの焙煎してくれてるデザインも私がしました。これもちょっと近くで見てもらいたいんだけど、ドリップミーベリー、開けまーす。あ、すごいいい香りする。
いい香り、香ばしい。はい、ドリップパック出てきました。結構豆たくさん入ってますね、これね。あのね、すごい飲みやすい。初めてあのこのコーヒーを、普段コーヒー飲まないって方も飲みやすいかったりとか、あとすごいバランスがいい、ちょっとフルーティーな香りがする。あ、なんかちょっとので、ドクダミ飲んだやつそのままちょっと使っちゃうけど、熱湯でちょっと飲んでみましょう。ドリップしまーす。ドリップしてくださるかしら。ちょっと思い出しちゃった、私ちょっと自分でよくやってたよね。なんだっけ、あなた方今夜私のためにドリップしてくださるかしらっていうのやってたよね。ちょっと久しぶりにちょっとドリップします。またライブでやりたいね。それあげて、あ、いい香りする、いい香りする。なんかちょっとフルーティーな、ちょっと結構なんかね、ほんとベリーみたいな香りするんだよね。ドリップミーベリーです。コーヒーレンカ最近歌ってないけど、コーヒーレンカがきっかけでこういったですね、コーヒーのコラボを始めたんですよ。コーヒーレンカちょっと歌ってみようか、思い出して。あまりにも歌ってなさすぎてもうやり方忘れちゃったんだけど、あの畑中まみの、あのまみチャンネルでコーヒー当てるクイズあるんだけど、それ見たことある、ありますか。それもさ、あ、ついでにコーヒーさん、コーヒーの話題してたらついでにコーヒーさん、もうなんかすごい、ちょっと待って、もう読むね。コーヒーもうちょっと濃く入れてもいいか。うまくドリップできてんのかな、これ。私をフィルターにかけてほしいっていう歌なんですけど、みんな美味しいからドリップに飲んでほしいんだ。いただきます。あー、久しぶりの味。うん、なんかこうフルーティーですね、やっぱり苦味がなく甘酸っぱい果実のような味わいです。棒読み。これみんなに飲んでほしい。あ、美味しい。コーヒー苦手な方ももしかしたら飲みやすいかもしれない。はい、ちょっとついでにコーヒーさんありがとうございます。3万人おめでとうございます。コーヒーコーナーの件の最中にすいません、これからも素敵な音を聞かせてくださいっていただきました。ありがとう。ついでにコーヒーさんのコーヒーもすごい美味しいんです。またちょっと紹介できる日があったらいいな。せっかくなんで、じゃあちょっともう大きい音出せないんで、この時間帯やってみる。コーヒー連歌練習あんましてないんだけど、ちょっと思い出しながらやっていいですか。
なんかね、全然畑中真美あんまりそのギターのレッスンしか知らない方は、まあ、畑中真美チャンネルっていうのがあるんですよ昔撮ったやつで、それでコーヒーにうるさいセレブキャラっていうのがいて、ごきげんよう畑中真美よ、私コーヒーにはちょっとうるさいんですの、そんじょそこらの白物、そんじょそこらの白物じゃ我慢できなくてよっていうのがあって、めっちゃ覚えてる、もうめっちゃすごいなんかセリフとして覚えちゃってるわ。 それがあって、そのキャラでコーヒー連歌やる前になんつってたかな私ちょっと思い出、あなた方今夜私のために熱いのドリップしてくださるかしら、喜んでって言わせるっていうのを前ライブで毎回やってたんですけどこんな感じだっけ、セリフをね忘れちゃって、最初なんて入ってたかな、ごきげんよう畑中真美よ、あ、ここからはちょっとアダルトにお届けしますわみたいなこと言ってたちょっと思い出してきた、ここからはちょっとアダルトにお届けするわよ、あなた方今夜が何の日だか分かってるわよね、畑中真美 YouTube チャンネル登録者3万人記念感謝祭、熱いの注いでほしいのよ、いいわね、行くわよ、こんなんだったかな覚えてない、あなた方私のために熱いの注いでくださるかしら、喜んでってみんなが言ったら始めるんですよ喜んで言って、喜んで言って喜んで言ってくれた、みんな喜んで言ってくれた、ちょっともう一回勉強しておきます、じゃあ音量小さいバージョンのコーヒー連歌いきたいと思います、めっちゃ久しぶりに歌う、ちょっと本当はね、本当はねコーヒー連歌さっき歌っておけばよかったわ、ストロークでチャカチャカやるのがいいのよこの曲、でも仕方がないわ、今日は小声でやるわ、ちょっとじゃあ吐息多めにいくわね、私をフィルターにかけてほしい、あなたが熱いのを注いでくれるのを待ってる、私は恋に落ちたの、ドリップしてほしいのあなたの手で、美味しく入れて届けたいコーヒー、恋の歌をあなたに、ミルクもお砂糖も持ってないの、あなたは苦いのか苦手だってことも分かってる、それでも恋をしちゃったの、ドリップされることを夢見ちゃうの、いつも少し苦くて切ないばっかり、yeah. Stop a little bit
ディプティディプティサッパリパマパディプタパタパドピタパディアヒー。すっごい久しぶりに歌っちゃった。しかもちょっと大丈夫かな。また今度あれでやります大きい音でやりますね聞いてくださりありがとうございます。そんなわけでトリップミーベリーぜひ皆さんにも飲んでいただきたいです。もうちょっとセクシーにやりたかったんですけどね、すいませんやばいくらいにセクシーって優しいね。いやもうちょっとごめん、もうちょっと練習しとくね。ちょっともうマジちょっともうちょっとセリフパートももうちょっとちゃんとやりたかったけど、ちょっと今日コーヒー飲むからと思ってもうちょっと練習しとけばよかった。さてと、皆さん長らくお付き合いありがとうございます。さじゃあみんな、放送をねよかったらぜひ見合わせていただいて、クイズ、当選、当選じゃクイズ応募してみてください。そうそう、それから、前にもちょっとお話ししたんですけど、オンラインレッスンをね、やろうかなって言ってたじゃないですか、私。結局、すいません、なんか全然できてなくて、用意の方もオンラインレッスンをね、やりたいと思ってたんだけど、自分の方の活動はちょっと、今ちょっといろいろやりたいことがあって、そっちの制作とかを少しやっててね、全然レッスンの方ができて、皆さんにお届けできてない、できる状態にはなってないんですけど、今回、オンラインレッスンをチケットを入れてみたらどうかなと思って、ちょっとそれも様子を見たいなと思ったんですけど、結構オンラインはちょっと恥ずかしくて嫌だなっていう方もいらっしゃるんだねっていうのを思ってね、オンラインレッスン企画してほしいです。本当？うん。
オンラインレッスン、ちょっとまたレッスンもね、みんなどんなレッスンがいいのかね。さあリアルレッスンもね、そうリアルレッスンがなかなかちょっとできないよね。なかなかちょっとね、浜松までちょっとね来てもらうのあれなんで。さあじゃあここからじゃあ少しまた歌を歌ってみたいと思うんですけど、ちょっとちっちゃい、え、ツイッターに DM マークないですか？ないの？なんで？フォローしないとないのかな？フォローし合わないとできないのかね、これって。ちょっと調べましょうか、後で。少しじゃあまた少し歌いますね。小さい声でちょっと歌います。申し訳ないです、ちょっと音下げ目になりますけど、あ、みんなありがとうございます。あのツイッターの受け入れ OK の設定が必要かもですと、あの教えてくれてる、教えてくださってる方々がいる、ありがとうございます。みんな長らくお待たせとかお付き合いいただきありがとうございます。少しじゃあ、歌をひそひそ歌声をでちょっとお届けして、ちょっとまったりモードに入っていきますね。静かなモードに入っていきますね。求め続け幸せ。
リバーをお届けしました。皆さんの場所も雨が降ってますか？雨音が聞こえています。雨音は安心しますね。お家の中で聞く雨音は良いですね。じゃあこのまま、今日はそういえばあれだね、来た質問コーナーやってないな。来た質問コーナーやりたいこと言ったかな。ごめん、またやりましょうね。お山に雨が降りました。後から後から降ってきて、ちょろちょろお川ができました。いたずら熊の子かけてきて、そう好きな雨降り熊の子歌わせていただきました。大阪雨降ってますか？虹は見えない夜だから。この前虹見ました。私、虹の虹がかかってたよね。どうぞどうぞ、長い間お付き合いありがとうございます。寝ちゃってもいいですよ、そのまま。今日はあの駆け抜けてプレゼントのことをめちゃくちゃ力入れてやったから、ちょっと気が抜けちゃったね。プレゼントのプレゼントをみんなにお届けするクイズを出すっていうのすごい気合い入れてやってて、それがもうすった途端ちょっとなんかね、時間も時間なんであれですけど、なんかお付き合いくださってありがとうございます。寝ちゃってもいいですよ。もう寝ちゃってもね、いいです。寝ちゃってもいい、何回言うねや。じゃあだんだんあれですね、もう時間もいい時間なんで、エンディングに近づいていこうと思います。いろいろ歌いたいってあるんだけど、みんな配信でさ、何やってほしいとかあるかな。歌聞きたいとか、そういうプレゼント企画とか企画ものやってほしいとか。あ、なんかありがとう、チェルのパパさん2440円もありがとうございます。嬉しいです、嬉しい。あ、ヒントはさっき、これからじゃない、もうね終わっちゃった。
終わっちゃったよ。ヒントっていうか、あのいいねちゃん、あ、もう一回じゃあ言っとく。クイズ、うんと巻き戻してみてもらわないといけないかもしれないけど、あ、ラブチャ PTA さんも2000円ありがとうございます。まだやっててよかった。お疲れ様です、遅くまで。ちょっと待ってよ、水平線あったかな。リクエストタイムか、そうか、リクエストとかね、そういうやつよね、みんな聞きたいの。田中亜美はね、練習しないとね弾けないっていう、なんか不安で、練習をしないと不安で弾けないんですけど、さっき練習してないのにコーヒー連歌とかやっちゃったんであれなんですけど、ちょっと水平線気まぐれにリクエストに答えるで、ちょっと今日あの深夜になって、深夜というか夜遅くまで聞いてくださっている感謝の気持ちを込めて、じゃあひそひその水平線になっちゃうけどいいですか。さっきね、ムーンリバーを歌わせてもらったんですけど、またあのそう虹が出てたことを思いながら、みんなとこうなんかつながれてると思うと嬉しいです。みんなと一緒に今過ごしているこの夏至の時間が、あの本当にすごいことなんだなと思います。チャット上位大丈夫かな、私みんなのやつちゃんと読めてる、スパチャ大丈夫かな、ありがとうございます。じゃあちょっと深夜っていうかもう遅い時間なのにみんなこんな聞いてくれててありがたいから、ちょっと歌えそうな水平線歌ってみます。歌えるかな、小声になりますけどね、すごいいい曲ですよねこれもね、できるだけ嘘はないように、どんな時も優しくあれるように、人が痛みを感じた時には自分のことのように思えるように、正しさを別の正しさでなくす悲しみにも出会うけれど、水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて、風に飛ばされるかけらに誰かが綺麗とつぶやいてる、悲しい声で歌いながらいつしか海に流れ着いて、光ってあなたはそれを見るでしょう。誰の心に残ることも目に焼き付くこともない、今日も雑音と足音の奥で私はここだと叫んでいる、水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて、風に飛ばされるかけらに誰かが綺麗とつぶやいてる、悲しい声で歌いながらいつしか海に流れ着いて、光ってあなたはそれを見るでしょう。
声優戦お届けしました。ちょっと端折っちゃったけど、一番端折っちゃいましたけどね。あ、すいません、またスパチャいただいちゃって、岩本浩二さんありがとう。突然のささやきバージョン、水平線入れすぎる、あみさん素敵、思い言うなよりということでいただきました。ありがとうございます。すいませんね、なんかいっぱいいただいちゃってありがとうございます。はい、そんな感じで私はその鏡をギター、なんか最近ちょっとねやりたいことがたくさん出てきていて、シンガーソングライターとしてずっと活動してきたんですが、ここへ来て、こういう YouTube とかでねギターのレッスンなんかもやらせてもらって、ギターのレッスンを受けたい、私のギターのレッスンが好きだよって言ってくださる方もいらっしゃったりして、やることがちょっと、シンガーソングライターとギターのレッスンとちょっとやることが違うので、だから結構ね両立するのがちょっと難しかったりして、いろいろ忙しいんですけど、あとはねやっぱり自分も歌を作りたいっていう気持ちもあるし、ライブも、生のライブもね、ちょっとまだいろいろ準備が、自分の中で今ねちょっとこれをやりたいっていうのがあって、それの基盤作りがやってる最中なので、ちょっとそれが落ち着いてらやりたいなと思ってるんですけど、畑中真美、思った以上にやらせてもらえることがたくさんあってありがたいです。メニュー表を作ろうかなこんなことができますっていうみんな私をあれしてください、買ってください、買ってください、違う、利用、みんなにこうレッスンもだからね利用してもらいたいんですけど、なかなかいろいろライブもやりたいしレッスンもやりたいし今作ってるものも作りたいし、でも私がまあ全部やってることは結構バラバラなんですけど、一番それをなんかやりたいこととしてはやっぱりなんか皆さんのやっぱり心とかにアクセスできる、そばにいて、歌とかレッスンでも何でもいいんですけど、皆さんの心に少しでもこう寄り添えたりとか、なんかこうちょっと元気ないなってなった時になんかちょっとでも少しでもなんかホッとするとか、そういう何かわずかであってもそういうものをお届けできるような人になりたいと思って、歌もギターもレッスンも日々の生活もしています。なので何卒よろしくお願いします。そう、カバーもいっぱいやりたい、いい曲いっぱいあるからね、カバーもやりたいし、もちろんで今とっちらかっちゃってるんだよね。でも私のできることを通してみんなとつながっていきたい、私ができることで喜んでもらえたらすごく嬉しいので、引き続きよろしくお願いします、ね、じゃあだいぶいい時間になってきたんで、ちょっとじゃあ私のまた少し歌を歌ってあれしてきましょうね。配信もねもっと頻繁にやるやるって全然やれてなかったね、1ヶ月半以上も空いちゃって、あれなんですけど、こうして聞いてくださる皆さんがいるのは本当に幸せなことです。今日はちょっとでも最初焦っちゃったな、 YouTube の予約したら、やっぱ新しいことやるのってあれですね、結構焦りますね、焦る
だんだん賢くなっていくかな、それとも。じゃあ。寄り添いは畑中亜美の印刷だ。本当ですか。本当本当ライブみたい、ありがとう。亜美ちゃんは亜美ちゃんの道を進めばいいと思います。ありがとう。無理しないでね。ありがとう。皆さんありがとうございます。優しいね。じゃあちょっと。この曲を久しぶりに歌います。ウィスパーですが、またあれしますよ。またあれしますよ。今日はギターのレッスンのギターあれやん、あの質問コーナー全然やんなかったからね。ちょっとすいません。またやりますね。あれも結構いいよね、ギター質問コーナーもね。あ、そうそう。私がみんなに質問するのも結構楽しかったな、今日。あの、どの動画で私を知ってくれたんですかっていうのを答えてくれたのも、あの結構嬉しくて面白くて、みんなの声が聞けて、そういうのもまたやりましょうかね。私からみんなへの質問をする回とか楽しいかもしれないね。こんな不思議な夜はガラスの靴を履いたの気分、いつか聞いたおとぎ話、今なら信じる。銀河系宇宙の片隅、眠れない夜にはじっと耳を傾ける。世界中に散らばった孤独なメロディーに声僕らはいつもどっかでつながってて。
私の曲でお月様とワルツ、そして、僕の願いが叶う頃聴いていただきました。音楽で皆さんと一緒につながれて嬉しいっていう、そういう気持ちで作った曲です。一緒に音楽をこう夏至の夜につながっていただいて、音楽をね奏でていただきありがとうございます。お付き合いいただいてありがとうございます。じゃあ最後の曲に行こうかな。最後何も考えてない、最後何も考えてない、何をガサガサ言っちゃってすいませんね。ちょっとじゃあありがとう、みんな最後まで遅い時間まで本当にありがとうございます。あ、柴犬アイチャンネルさんありがとうございます。お月様とワルツから僕の願いが叶う頃の流れ最高です。あ、おいうことです。3万人登録とともに500万回再生おめでとうございます。持ってるものでやるしかないじゃんは、いつも寄り添って励まされるのでぜひチャカチャカ歌ってほしいです。あ、そうなんですね、ありがとうございます。持ってるものでやるしかないじゃんまた歌いますね。最近歌ってなかったね。チャカチャカ歌わせていただきます。いや本当にいつも応援ありがとうございます。そして、L200 さん、ありがとう。ひとときはありがとうございました。何かが吹き去れた思い出。私、読むの下手ですね。すいません。本当ありがとうございます。嬉しいです。ありがとう。じゃあ最後の曲いきますか。今日はちょっと、なんかこれかな。なんとなくこの曲で終わりにしようかな。本当に皆さんいつもええって言ってくれてる、ありがとうございます。本当にありがとうございます。いつもいつも励まされております。遅くまでお付き合いいただいて、なんかびっくりするよね本当に。こんなに私に付き合ってくれてすごいことだよ。今日後半はね、前半は結構これを歌うって決めてたんですけど、後半は割とあんまり決めてなくて、何を歌うかっていうの、これんーと一緒に景色を作っていくっていう歌です。ちょっとでもなんか違うかもしれないけど、あ、ばあさんもありがとうございます。
ありがとう、癒されました。いつも応援ありがとうございます。この曲まだ歌ったことないから、配信でちょっと歌ってみようかな。あ、ちょっとチューニングしますね。今日はクイズを出しました。後半から見てくださった方はクイズ番組の中盤ですね、放送の中盤で出してますので、クイズに応募、ツイッターで応募してもらうと畑中真由の素敵なグッズが当たります。私が心を込めて発送しますので、アーカイブで見返していただいて、それで応募してくれたら嬉しいです。ちょっとお時間いただくかもしれませんがね。最後にもう一回言っとこうかな、じゃあね、せっかく今日は3万人突破の記念で感謝祭なんで、あ、良い夏至でした。あ、外は豪雨なんだ。私も今日皆さんと一緒に夏至を過ごせてすごく嬉しいです。ありがとうございます。誕生日の歌もバースデーの曲歌ってくれてありがとうございました。いや、おめでとうございます。私も歌えて嬉しかったです。毎月でも歌いたいね、誕生日ソングね。じゃあちょっとごめんね、まとめると、最後にじゃあお知らせね。今日は番組の中盤でプレゼント企画をやりました。クイズはこの、見える？穴埋めクイズです。〇〇が〇〇、〇〇が〇〇、この〇〇にちょっと光っちゃって見えないね、〇〇に、言葉を入れてください。そうすると今日私が皆さんにお伝えしたいメッセージが浮かび上がってきます。そのメッセージは何でしょうかっていうクイズです。締め切りは6月24日夜8時までツイッターで送ってください。で、このここに当てはまる言葉は私が今日の放送でいいねちゃん、いいねちゃんをここに置いて歌った曲のタイトルの頭文字を当てはめるとある言葉が出来上がります。順番は変えてください。字面が揃ったらなんとなくわかると思いますので、それをツイッターで DM で、さっき DM がないっておっしゃってくださってる方がいたけど、ごめん、なんか私もやり方よくわかんないのでちょっと調べてもらって DM を送れるようにしてくれると嬉しい。すいませんね、詳しくないんで、もしあまりにもみんなの不具合があったらちょっとまたなんかお知らせしますけど、一応それでいきたいと思います。はい、クイズの答えをツイッターに DM で送ってね。はい、その2、当選した方に私が返信します。そして発送となります。あ、ちょっと初の試みでスムーズにできるといいんですけどね。やってみます。ありがとう。もう一回見てください。ちょっと早送りとかでも2倍速とかで早送りとかしたり見て、あ、見返したけど一個だけわからん。本当か、もう見返してくれた、すごい。じゃあちょっと難しかった、大丈夫かな、ちゃんとやったよね私。多分大丈夫だと思う。じゃあ今日は皆さん、私と一緒に夏至の時間を過ごしてくださって本当にありがとうございました。また今後とも動画も出していきますし、活動もしていきますので、あなたのやり方で畑中の意図が変わっていただけたら嬉しいです。いろいろ作ったりレッスンしたりライブしたり、皆さんとつながっていけたらとにかく嬉しいです。よろしくお願いします。一緒に地図を作っていきたいという気持ちを込めてちょっと歌ってみようかな。これもちょっと久しぶりに歌うかもしれない。今日は本当にありがとうございました。キラキラ水面輝く
私が地図を描きましょう。さあ案内しましょう。ボート乗り場に溶けたい。トスカーナ風のリストランテ、お寺通学路を猫が横切る。ほらなんてウォーキングしたくなる。体が勝手に動き出す。一緒に地図を片手に進む道。茜色に染まる空。明日もあなたと歩きたい。指切りしよう。ほらランタタキャンドルが灯るように、心自然に温まる。一緒に帰ろう。安らぐ場所私と一緒にこの放送を作ってくださり本当にありがとうございました。これからもねどうぞよろしくお願いします。一緒にいろいろ作ってください。お願いします。スパちゃんまたありがとうございます。クロスドミナスブルーさん、盛りだくさんの内容で楽しかったです。ありがとうございました。とこちらこそありがとうございました。幸せです。
ありがとうございました。ありがとうございました。いや本当に皆さんありがとうございました。今日も本当、夢の地図よかった、ありがとうございます。お疲れ様でした。よかったらあれです、ドリップミーも先着10名様プレゼントしますので、CD も波に見せてよかったらご購入ください。ませませ、はい、ありがとうございました。じゃあ本当長い時間お疲れ様です。ありがとうございました。じゃあしばらくしたら切りますね。あ、またまゆさんたくさんありがとう。楽しい時間を一緒に過ごせて幸せでした。いや、もう本当ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。まさゆき、まさゆき、藤井さん、ありがとうございます。なんだかとても引き込まれる歌声ですね。いい時間を過ごせました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。たくさん、いや、本当ありがとうございました。またね、おやすみなさい。また見てください、よかったら。じゃあゆっくり切っていきますね。いい お別れです。お別れなんなお名残惜しいですけど、じゃああと 10数えたら終わりますね。素敵な夏至をありがとうございました。皆さんが明日からも自分らしく楽しく、過ごせますように。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1